やや暖かな風がスタジアム内を通り抜けます。お待たせしました、 J リーグ今開幕です。今シーズンを制するのはどのチームでしょうか。シエロ対ガンバ、楽しみな組み合わせですね。実況はいつものように安塚博士、今日の試合解説は元横浜マリノス水沼貴さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ試合開始です。シエロ、今日は 5-3-2 のシステムで臨んでいます。ただこの状況では速攻か、どう出るか。池内、センタリングのチャンスだ。打った、決まった、シエロ先制ゴール。手元の時計で10分になろうというところ、シエロ先制のゴールを決めました。川本、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。川本、最後は滑り込んで合わせました。この低いボールによく合わせましたね。執念というか集中力というか、とにかく素晴らしいですね。手元の時計で15分が経過しています。シエロ、さあどういった守りを見せるのでしょうか。バブンスキー、つなぎながら様子を見ます。さてどうしますか。シエロ、逆サイドスペースができているぞ。ああ、どうしたんでしょうか。イエローカードが出ました。前半15分が経過しています。このピンチをしのげるか。シエロ、強引にいった、入ったー、ゴール。前半15分が経過しています。シエロ、まさかの同点ゴールを決められてしまいました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。小島、いいところに張っていました。もうこれ以上ないというところに上げてきましたからね。上げた選手褒めたいですね。前半20分が経過しています。ボールはガンバ、シエル、さあここはどう守る。体で止めに行った。ここでカウンター、右へ慎重に運んでいきます。右にパスが出ます。低いボール合わせられた、入ったー、ゴール。前半20分が経過しています。シエロ、1点をもぎ取りました。ただきっちりと決めてゴールイン。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。肌、ゴール前うまくパスに合わせて得点です。いいパス出しましたよ。やはり豊かなイマジネーションを持たないとこういうプレーは生まれませんね。ここで前半戦が終了。2-1、シエロ1点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。安心できる得点差じゃないですよね。左の方を合わせた、ゴール前綺麗に上げた、完全にフリーだ、ゴール。
番開始直後、川本きっちりと決めてゴールイン。シエロ1点をもぎ取りました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。川本無難に決めました。いいシュートでしたね。これは自信になると思いますよ。いいプレーですね。手元の時計で15分になろうというところ、ファール覚悟か。ここでカウンター、タレコいい感じでつながりました。シエロここからチャンスになるか。池内クロスボールを上げるチャンス、センタリング、これが決まった。手元の時計で15分になろうというところ、シエロこれで4点目。川本ハットトリック達成です。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。川本無難に決めました。いい形でゴールに持ち込んでますね。いいところに蹴ってますよ。手元の時計で15分が経過した。レッドカードだ。ピッチを後にします。この退場は想像以上に痛いですよ。後半20分が経過しています。注目しましょう。徐々に詰めていきます。ディフェンダー慌てて戻ります。ペナルティーエリア内で張っている。どうする。後半35分が経過しています。あーっとインターセット、ボールを取られます。ここでカウンター、慎重に運んでいきます。キーパー1対1、あーっとまだチャンスが続いている。決まった、シエロファインゴール。手元の時計で35分を回ったところです。川本ダメ押しのゴール、全く容赦ありません。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。川本こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのは幸いしましたね。コースで再び試合が始まります。壁パス無難につないで、タイトなマークです。無難につないでいきます。シエロゴール前、そろそろ注意、奇跡を呼ぶ男、大きくクリア。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り5対1、シエル大量得点でこのゲーム制しています。シエル幸先いいスタートを切りましたね。これで多分選手たちも気が楽になったんじゃないでしょうかね。放送席解説は水沼貴さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。失礼します。テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ピッチ上に選手たちが元気な姿を見せています。そよ風が心地よい季節です。本日は J リーグファーストステージ第2節。シエロ、幸先のいいスタートを切っています。今日の対戦相手はジュビロ。このまま突っ走ってほしいものです。実況はいつものように安塚教師、放送席にはフリーキックの名手、木村和志さんをお招きしています。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。コースです。シエロ、かなり守備的になっています。532というシステムを取ってきました。巧みなパスワークで上がります。スライディングタックル。松森、大きくクリア。手元の時計で20分が経過しています。ボールはジュビロ、シエロ。ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。藤田、ゴールに迫ります。藤田、ゴールを目の前にして止められました。あーっと、ここで笛。
イエローカードが出ました。前半残りあと2分、シエロ、ここから得点に結びつけることができるのか。無難につないでいきます。福永、この状況では速攻か、どう出るか。センタリング、打った、キーパー執念を見せた。あっと、ボールこぼれた、軽く流し込んだ、決まった、シエロ先制ゴール。前半残りあと2分、シエロ先制のゴールを決めました。浮き、チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。浮き、相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。いい位置に走り込んでいましたね。まあこういうゴールは見てて気持ちいいですよね。前半45分が終了、0対1、シエロ1点のリード。前半いかがでしょうか、木村さん。早くもう1点取って安心させてほしいですよね。試合再開です。手元の時計で5分を回ったところです。ジュビロ、システムを 4-5-1 に変更してきました。ワントップにしてどうするんでしょうか、見ものですね。松森、左に短いパス、ちょっと迂闊だったか、珍しくミスです。手元の時計で25分になろうというところ、シエロ、ここから得点に結びつけることができるのか。ディフェンスの連携がいまいちか。無難につないでいきます。浮き、どう攻めるんでしょうか。奇跡を呼ぶ男、シュートチャンス、打った、押し込んだ、ゴール。後半23分、川本、きっちりと決めてゴールイン。シエロ1点をもぎ取りました。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。川本、これは嬉しいでしょう。やはりよく練習してるんでしょうね。まあいい感じじゃないですかね。後半も残すところあと5分、シエロ、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。ディフェンスの様子を伺っております。肌、巧みなパスワークで上がります。見事な連携です。コーダ、この状況では速攻か、どう出るか。絶好のチャンス、なんとここで試合終了。結果は0対2、シエロ相手ゴールを許さず完封勝利です。木村さん、最後に一言お願いします。いや、結構楽しみました。放送席、解説は木村和司さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。木村さん、お疲れ様でした。どうも失礼しました。それではこの辺でごきげんよう、さよなら。さようなら。
の雨となっています。今日は J リーグファーストステージ第3節、シエロ対プラオビール、楽しみな組み合わせですね。実況担当は安塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半開始直後、スライディング、ここでカウンター、奇跡を呼ぶ男、左に短いパス、8番、ここからどう攻めるか、鋭いパスが通った、完全にフリーだ、決まった、シエロ先制ゴール、試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのは川本、芸術的なシュートを見せてくれました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。川本、無難に決めました。うん、よく決めましたね。ナイスシュートですね。手元の時計で25分を回ったところです。あっと読まれていました。ボールを取られます。ここでカウンター、ジョンソン、これは予想外の展開だ。キーパー1対1、あっとまだチャンスは続いている。入った、エクセレントゴール。手元の時計で25分を回ったところです。シエロ、チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。川本、いいところに張っていました。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのが幸いしましたね。ここで前半戦が終了、2対0、シエロ2点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか？安心できる得点差じゃないですよね。後半開始直後、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。ゴール前の混戦からどうするか、セッタリング、ヘッド、これが決まった。後半開始直後、シエロ、これで3点目、川本、ハットトリック達成です。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。いいクロスにいいシュート、これは見てて楽しいですね。綺麗に合ってますね。後半18分、シエロ、ここから得点に結びつけることができるのか。パスを出す方向を見ます。蹴った、ボレー、うまくコントロールできなかったようです。これは左に外れました。手元の時計で20分が経過しています。シエロ、ハーボーイ、イムチャンヒー、ゴール前に切り込んだ。あっと止められました。これは完全に呼ばれていました。池内、右コーナーから蹴るのは大変に得意です。押し込んだ、入った、ファインゴール。手元の時計で30分が経過しています。シエロ、1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。
VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。ジョンソン、いいところに張っていました。いいボールが入りましたね。これはもう解説書に載っちゃうぐらいのお手本ゴールですね。後半終了間際、シエロ全く攻撃の手を緩めません。アグレッシブな試合展開です。完璧なタイミングです。まずは様子を伺うといった雰囲気。シエロ、このディフェンス陣をどう突破するか。浮き、短く後ろに蹴落ち、センタリングのチャンス、足場決まった。シエロファインゴール。後半ロスタイム、立ち回り、ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。文句のつけようがないセンタリングでしたね。あとは合わせるだけというクロスでしたからね。ここで試合終了。結果は5対0。シエロ大量ゴールを奪い勝利しています。水沼さん、最後に一言お願いします。勝つことよりも負けないっていうことを心がけてほしいですね。放送席、解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。失礼します。
5000万のサッカーファンの皆さん、こんにちは。あいにくの雨となっています。本日は J リーグファーストステージ第4節ジェフ対シエン、注目の一戦です。実況はおなじみの安塚博士、今日の試合解説は木村和志さんにお願いしています。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。木村さん、調子良さそうですね。そうですね、まあこういう時に落とし穴があったりするんで、ぜひ油断せず戦ってほしいですね。矢野、ペナルティーエリアまで行くか、打てるか、決まった決まった、シエロ先制ゴール。前半5分を回ったところです。シエロ先制のゴールを決めました。ウキ、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。ウキ、これは嬉しいでしょう。まあいい感じじゃないですかね。理想的な形ですね。手元の時計で15分になろうというところ、シエル攻め込む隙を伺っています。ウキ、慎重に運んでいきます。シエロ、左から展開します。クロスボールを上げるチャンス、絶好のチャンス、蹴った、入った、ファインゴール。前半13分、川本きっちりと決めてゴールイン。シエロ、1点をもぎ取りました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。川本、これは嬉しいでしょう。やはりよく練習してるんでしょうね。まあいい感じじゃないですかね。前半30分になろうというところ、シエロ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところで、ディフェンス陣もほっと一息といった感じ。前半残りあと5分、でコーナーキックとなります。シエロ、ディフェンス陣最短のピンチを作ります。前半45分が終了、0対2、シエロ2点のリード。前半いかがでしょうか、木村さん。この調子ならまだまだ点は取れるでしょう。後半5分が経過しています。シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。ダイビングヘッド、押し込んだ、ゴール。後半6分、決めたのはジョンソン、素晴らしいシュートでした。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。絶妙のクロスでした。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。まあわしゃあのぐらいできたんですけどね。手元の時計で15分になろうというところ、シエロ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。
シエロ、ここでパスの目を摘んでおきたい。シュートチャンス。おお。後半17分、あっと読まれていました。これはカットされます。ジョンソン、右サイド待っています。ハレコ、徐々に詰めていきます。見事な連携です。福永、どこまで上がれるか。この位置から打った、クロスボールか。ヘッド、まだボールは生きている。キーパー飛びついた。後半21分、シエロ、ここはしっかり守った。悪味なボールさばき。おっと、強引にスライディング。ゴール直前でなんとか阻止しました。手元の時計で35分になろうというところ。シエロ、ここからどういった展開を見せるのでしょうか。ジョンソン、慎重に運んでいきます。シエロ、どう攻めるんでしょうか。巧みなボールさばき。シュートチャンス。打った。ゴール、ゴール、ゴール。手元の時計で35分になろうというところ。シエロ、1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。川本、相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。理想的な形ですね。手元の時計であと2分。シエロ、大量リード。さすが、完璧なタイミングです。ゆっくりと上がります。池内、ヒールパス、ここで壁パス。決まった。シエロ、ファインゴール。後半も残すところあと2分。浮き、ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。ゴール前の混戦からゴールをゲットしました。いやー、決めましたね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。後半終了間際。シエロ、さあコーナーキックです。後半終了間際、立花、ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ここはうまく決めてきましたね。まあサッカーの場合、得点の3割がリスタートから生まれるんですよね。ここで主審のホイッスル。試合終了です。試合の結果はご覧の通り、0対6。シエロ、大量得点でこのゲーム制しています。シエロ、連勝しましたね。いや本当に今のところ資格なしですね。放送席、解説は木村和志さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さよなら。さようなら。
ご覧の皆さん、こんばんは。あいにくの雨となっています。今日は J リーグファーストステージ第5節、今の調子を大事にしたいところです。連勝中シエノ、対するはパープルサンガ、注目の一戦です。実況担当は安塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昼間からの雨がサッカーにどういう戦術の変化を与えるのでしょうか。前半5分になろうというところ、シエノ無難な立ち上がりを見せています。決まった、ミラクルゴール、試合が動き出しました。先制シエノ、決めたのは川本、芸術的なシュートを見せてくれました。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度、目にも止まらぬシュートでした。いや、惚れ惚れするようなシュートですね。このプレーは本当にしっかりした気温がないとできませんね。手元の時計で10分になろうというところ、シエロ徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。さてどうしますか。ただこの状況では速攻か、どう出るか、打てるか、あーっとここで笛、どうやらキッカーは川本。これが決まった、ゴール。前半10分になろうというところ、決めたのは川本、落ち着いて決めました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。川本、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。結構プレッシャーかかるんですけど、よく決めましたね。これを決めるか決めないかで流れが変わってましたよ。手元の時計で30分が経過しています。シエロ、リードを広げることができるのでしょうか。注目しましょう。ボール、あっとボールこぼれた、決まった、ミラクルゴール。手元の時計で30分が経過しています。川本、きっちり決めました。絶好調、ハットトリックです。監督も喜んでいます。
VTR が出ます。もう一回見てみましょう。目にも止まらぬシュートでした。すごいよ、すごすぎますよ。いや、何回でも見ていたいプレーですね。前半残りあと2分、ボールはハープルさんが、シエノ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。必死のディフェンス、ジョンソン、大きくクリア。前半45分が終了、3対0、シエノ3点のリード。前半いかがでしょうか、水沼さん。まだまだ安心できる得点差ではないですね。再び試合が始まります。手元の時計で5分になろうというところ。シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。右サイド、激しい攻防だ。あーっと、ここで笛。シエロ、チャンス。さあ注目しましょう。後半4分、シエロ1点をもぎ取りました。川本きっちりと決めてゴールイン。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。川本慌てず落ち着いて決めました。結構プレッシャーかかるんですけど、よく決めましたね。選手も監督もほっとしてるでしょうね。手元の時計で15分になろうというところ。シエロ、さあどういった守りを見せるのでしょうか。ダニエル、上がっていきます。右に短く出します。オープンスペースを伺います。必死のディフェンス。手元の時計で15分になろうというところ、大ピンチとなりました。シエロ狙った。あっと、ボールはゴールマウスを添えました。手元の時計で30分が経過しています。シエロ、少し攻めあぐねている様子。橘左へ、池内、どこまで上がれるか。センタリングのチャンスだ。蹴った。キーパーよく見ていた。手元の時計で40分になろうというところ。シエロ、勢いがあります。パープルさんに、おお、池内、誰に合わせるか。蹴った。素晴らしい反応だ。後半終了間際、シエロ、さあここからリズムに乗って池内、独走態勢、なんとヘッド、決まった。シエロファインゴール。後半終了間際、川本、ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度ヘディングで決めました。川本、ジャンプのタイミングがいいですね。まさに職人芸ですね、彼のヘディングは。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り、5対0、シエル大量得点でこのゲーム制しています。水沼さん、最後に一言お願いします。次の試合はもう目が離せませんからね。皆さんもぜひ競技場に足を運んでください。
放送席、解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。本日は J リーグファーストステージ第6節、本当にいい試合をしています。勝ち点15、第1位連勝中シエル。今日の対戦相手はベルマール。今の調子を大事にしたいところです。実況はいつものように安塚博士、放送席にはフリーキックの名手木村和司さんをお招きしています。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。コースだ。シエロ、どうやらシステム的には532という守備的な布陣です。右に叩きます。慎重に運んでいきます。シエロ、さてどうしますか。巧みなボールさばき、シュートチャンス。キーパーボールを抑えた。前半11分、ボールはベルマール。シエロ、さあここはどう守る。強烈なスライディング。高田、やはり強引すぎたか。手元の時計で15分になろうというところ。シエロ、少し攻めあぐねている様子。左サイド上がってます。ヘッド、まだボールは生きている。キーパーパンチング。手元の時計で20分になろうというところ。ボールはベルマール。さあ注目しましょう。シエロ、早い段階で抑えておきたい。この位置から打った。クロスボールか。鋭いパスが通った。手元の時計で25分を回ったところです。ボールはシエロ。ここは監督の声に応えたい。キーパー1対1。あーっと、まだチャンスは続いている。決まった。シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ。決めたのは川本。芸術的なシュートを見せてくれました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。川本、いいところに張っていました。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。前半残りあと3分。あーっと、インターセット。ボールを取られます。ジョンソン、巧みなパスワークで上がります。ジョンソン、立花、ここからどう攻めるか。あーっと、読まれていました。これはカットされます。ここで前半戦が終了。0対1、シエロ1点のリード。木村さん、前半をご覧になっていかがですか。この点差ではまだ安心できませんよ。もっともっと積極的にいかないと。試合が始まります。手元の時計で5分になろうというところ。シエロ、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。シエロ、このディフェンス陣をどう突破するか。打った。おっと、ボールこぼれた。手元の時計で5分になろうというところ。決めたのは浮き。落ち着いて決めました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。浮き、無難に決めました。ナイスシュート。まあ、これは教科書に載るようなお手本のゴールですね。後半11分、シエロ、さあどういった守りを見せるのでしょうか。高田、右から展開します。
必死のディフェンス。後半20分になろうというところ、ボールはベルマール、シエン、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。低いボール合わせられるか、おお、通りませんでした。まあちょ、後半20分が経過しています。シエロ、守りに入る気配がありません。またもや攻撃に転じます。左に旗き、徐々に詰めていきます。そのままゴール前まで走り込む、蹴った、まだボールは生きている、ゴールイン。手元の時計で20分を回ったところです。決めたのは川本、落ち着いて決めました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度、川本、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。後半のロスタイム、ボールはベルマール、シエル、さあここはどう守る、右に振ります、岩本、右サイドからどう行く、飛んできた、あーっとここで笛、どうやらイエローカードのようです。このピンチを果たして切り抜けることができるのか、ここで試合終了。結果は0対3、シエロ大量ゴールを奪い勝利しています。シエロ連勝しましたね。まあこういうサッカーをシーズン通してもらいたいですね。放送席解説は木村和志さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さようなら。さようなら。
1億5000万のサッカーファンの皆様、こんばんは。スタジアムの外では夜桜が風に舞っております。今日は J リーグファーストステージ第7節、勝ち点18、現在首位独走中シエノ。今日の対戦相手はアビスパ。このまま突っ走ってほしいものです。実況はおなじみの安塚博士、解説は元日本代表の水沼貴さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどサンセッタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。今ね、スピンの火蓋が切って落とされました。それではここでベンチの方にカメラを移します。ジローラモさん、シエロ8番ゴールに迫ります。あっと止められました。手元の時計であと1分、シエロ、さあ守りきれるか。アビスパ、相手ディフェンスを破れない。ここで前半戦が終了、両者ノーゴール。水沼さん、前半振り返っていかがでしょう。緊迫した試合展開になってますね。再開です。何か動きはあったでしょうか。ジロラモさん、シエロ選手交代です。ボレー、あーっとまだチャンスは続いている。入ったー、スーパーエクセレントビューティフルゴール。後半開始直後、シエロ先制のゴールを決めました。川本、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。次々とディフェンダーをかわしゴールを奪いました。やはりストライカーとしての資質は十分でしたね。まあこの選手はもはや世界レベルですね。ジロラモさん、ここまでご覧になっていかがですか。シエロ、なかなか好調ですね。サポーターは気分がいいと思いますよ。ありがとうございました。これは予想外の展開だ。8番ペナルティエリアまで行くか。ゴール。手元の時計で10分が経過しています。シエロ1点をもぎ取りました。浮き、きっちりと決めてゴールイン。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。浮き、ゴール前うまくパスに合わせて得点です。もうこのパスで決まりましたね。こういうのキラーパスって言うんですよね。ここ以外にはないというところを狙ってましたね。どう思われます、ジロラモさん。シエロ、勝てば天国、負ければ地獄ですよ。ありがとうございました。言うことなしですね。さあどこにパスを出すか。鋭いパスが通った。入ったー、エクセレントゴール。手元の時計で20分が経過しています。シエロ1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。蹴った本人も唖然としていますね。さすが点取り屋の仕事しましたね。気持ちが前に現れてますよね。後半38分、
シエロ、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。一人で行くのか、あっと頭で合わせた、決まった、シエロファインゴール。後半40分になろうというところ、立ち回りダメ押しのゴール、全く容赦ありません。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。シエロ、ゴール前の空中戦を制しました。彼はヘディングが強いですね。高いですね。後半終了間際、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。シエロ、早い段階で抑えておきたい。あーっと、ここで笛、決まった、ゴール。後半終了間際、決めたのはバスケ、素晴らしいシュートでした。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。バスケス、慌てず落ち着いて決めました。結構プレッシャーかかるんですけど、よく決めましたね。選手も監督もほっとしてるでしょうね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り、4対1、シエロ大量得点でこのゲーム制しています。水沼さん、最後に一言お願いします。勝つことよりも負けないっていうことを心がけてほしいですね。解説は水沼貴史さん、ピッチレポートはファンセッタジローラモさん、実況安塚博士でお送りしました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。Thank you.
愛する皆さん、こんにちは。あいにくの雨となっています。今日は J リーグファーストステージ第8節、勝ち点21、現在首位を行くシエル。今日の対戦相手はレイプル。ここはぜひとも抑えたい。実況担当は安塚博士、解説は元日本代表の木村和司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かなり守備的になっています。 5-3-2 というシステムを取ってきました。川島抜かれました。さてどうしますか。さあどこにパスを出すか。奇跡を呼ぶ男、華麗なパスワークで上がります。あーっとここで笛。どうやらイエローカードのようです。手元の時計で20分が経過しています。シエロ、さあ守りきれるか。小野、相手の動きを本当によく見ていました。前半27分、レイズディフェンスの様子を伺っております。まずは様子を伺うといった雰囲気。ジョンソン、マークが甘いか。さてどうしますか。シエロ、ここでインターセプトしたい。矢崎、無難に繋いでいきます。シュートチャンス、決まった。レイソル先制ゴール。前半27分、レイソル先制のゴールを決めました。川島、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。素晴らしい連携でした。まあ素晴らしいコンビネーションですね。いやーこれではキーパーかわいそうですね。前半37分、シエロ1点を追う展開。1点取られましたが、その後頑張ってしのいでますね。手元の時計であと5分。シエロ、ここからどういった展開を見せるのでしょうか。ゆっくりと上がります。奇跡を呼ぶ男、左のスペースを狙った。シエロ、ここからチャンスになるか。絶好のチャンスを蹴った、決まった。シエロ同点ゴール。前半残りあと5分、同点ゴールが決まりました。最後に決めたのは川本。シエロ、ここで同点に追いつきました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。川本、相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。いい位置に走り込んでいましたね。まあこういうゴールは見てて気持ちいいですよね。ここで前半戦が終了。1-1、同点となっています。木村さん、前半振り返っていかがでしょう。早くもう1点取って安心させてほしいですよね。手元の時計で5分になろうというところ。シエロ同点。さあここはどう守る。あーっとここで笛。あーっとここでイエローカード。
後半7分、スライディング、ここでカウンター、奇跡を呼ぶ男。さてどうしますか。8番ゴールに迫ります。打った、まだボールは生きている。このシュートは惜しくも外れた。手元の時計で25分になろうというところ、シエロ同点。さあ注目しましょう。うまく体を入れていきます。無難につないでいきます。右に叩きます。速いボールがいったぞ。おっと決まった、シエロ逆転ゴール。手元の時計で25分になろうというところ、川本逆転ゴールが決まりました。シエロ見事に逆転しました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。川本ゴール前うまくパスに合わせて得点です。いい位置に走り込んでいましたね。まあこういうゴールは見てて気持ちいいですよね。後半ロスタイム、シエロ、さあどういった守りを見せるのでしょうか。じっくりと様子を伺っております。失速マークしています。よろけながらも抜きました。ちょっとマークが甘かったか。さてどうしますか。シエロ、ここでパスの目を組んでおきたい。スライディングタックル、あーっとここで笛、キーパーがっくりと慣れています。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。明神慌てず落ち着いて決めました。うん、これは落ち着いてました。まあ入って当然、外せば罰金もっていうところでしょうかね。後半終了間際、シエロ、さあコーナーキックです。ゲーに合わせた、入った、エクセレントゴール。後半終了間際、決めたのはジョンソン。素晴らしいシュートでした。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。ジョンソン、いいところに張っていました。まあたった一本のコーナーキックで決まっちゃう場面もありますからね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り、2対3、シエロ接戦をものにしました。シエロ連勝しましたね。まあこういうサッカーをシーズン通してもらいたいですね。放送席解説は木村和司さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さようなら。さようなら。